僕も職業何なのか分かんないでしょ。今何なんですか、ヒカルさんって結局カリスマですかね。あーやかましい。これ昔から言ってるから、これ昔から言ってるの。でも肩書きっていうのがもうしょうもないですよね。いろんなことやってるんで今回も。これっていうのはないですね。例えば仮に履歴書みたいなのがあって、はい、職業の欄、まああるか、病院とか行っても、なんて書いてるんですか。もうカリスマって書いてます。僕警察官大丈夫、カリスマって書いてます。これ何人って言われますよ。いや、そりゃそうよ。はい、まあ、でもカリスマですよ。人を魅了する人を魅了するのが自分の仕事なんで。カタカナで、はい。たまにただのカリスマって書いてます。これちょっと欄空いとるなみたいな時に、ただのカリスマって書いてます。ちょっと